皆さん、明けましておめでとうございます。本日2015年1月1日、こちらのとある男が授業をしてみたチャンネルでは、すごく珍しい形の撮影になっておりますが、本当はダラダラジオで新年の挨拶をしようと思ったんですけど、せっかくなんで、1年の最初だからね、顔を見せながら皆さんに挨拶をしようと思いまして、息子のみなちょ先輩と一緒にちょっとね、動画を撮らせていただいております。で、昨年、2014年の末にですね、私とこのみな先輩は風邪をひきまして、かなりちょっとね、たくさんの方にご心配をおかけしました。で、本日病院に行ってきて、多分その薬の効果もあるんですが、だいぶですね、落ち着いてきました、病状も。なので、だいぶ、まあ、良くなりましたので、そのご報告をと思って、ね、みなちょ先輩。ね、はい、まあ、こんな感じです。はい。で、昨年はね、まず本当に皆様お世話になりました。ちょっと先輩かぶってますね。よいしょ。お世話になりました。本日ですね、中学校国語の動画をスタートしました。今日頑張って撮影をしたんですけども、そこをぜひですね、中学生じゃない方、中学生のお子さんをお持ちでない親御さんをちょっと見ていただけると、そこに載っけてる文章に、私のちょっと気持ちをですね、問題がてら書いてありますので、ちょっと一読してもらえたらと思うんですが、昨年、2014年はですね、本当に、個人的には飛躍の年になりまして、でも、それを、そうやって飛躍ができたのも、一概に皆様が、こう、支えていただいたおかげです。本当に、いつもね、言わせていただいていることですが、本当にありがとうございます。で、2015年、目標はもう立てているんですが、そちらはですね、本編の、ダラダラジオ、つまり何日だ ?1 月の、見えない。4日ですかね。4日にアップするダラダラジオの方で発表しようと思いますので、ちょっとお待ちいただけたらと思うんですけども、今年はですね、さらに、えげつない目標を立てて頑張っていこうと思います。で、個人的には、この活動がもっともっと多くの人に知ってもらえるように、そして多くの人が同じような活動をですね、YouTube で勉強動画をアップするという活動をしてもらえるように、そして最終的には日本の教育がちょっと形が変わっていく、いろんな子が勉強の機会が与えられる日本になれたらなと思い、まあ、本当微力ではありますが、そこに向かって頑張ってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では、ですね、実はサブチャンネル、これメインのチャンネルなんですけど、サブチャンネルはちょっとゲームをするチャンネルを一応持ってまして、そこではですね、このみな先輩とか、自分はこういう感じで顔を出して撮影をしてるんですが、こちらではちょっとなかなかしない、11月にやったイベントの皆さんの親御さんへの挨拶の時だけ顔を出してやりましたけども、なかなか慣れないんでちょっと恥ずかしいんですけども、ここまでね、見ていただいて本当にありがとうございました。そしてね、今年度も本当にどうぞよろしくお願いいたします。では、最後は先輩行きましょうか。じゃあ最後は先輩の挨拶で終わりたいと思います。では、先輩お願いします。先輩さん、バイバイ。バイバイ。じゃあ今年もよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。